待ってね。電話違えた。あ、かゆ。こんばんは。ちょっと待ってね。こんばんは。マスク。金髪のようね。いやさ、急に決めたからさ、やるってマジで。黒いのは許して。前髪じゃないよ、眉毛は。ちょっと待って、ちょっと待ってね。ルナ山本だよ。この間ダメだな、ちょっとね、そんな長くはやんないと思う。頭痛いから。そんないろいろ言わないで、嫌いになるよ。こんばんは。こんばんは。まあ金髪はすぐ撮るんですけど、配信中に撮っちゃうんですけど、まあ記念にってことで。こんばんは皆さん。ピカリンさん、あ、ちょ、最初から読もう。ブラックアさん、ハートありがとう。スミチさん、ハートありがとう。ロロさん、コウモリありがとう。スミチさん、誰もありがとう。ロロさん、誰もありがとう。ハートありがとう。ヒロシゲさん、ハートありがとう。あとなんかハロウィンのお菓子ありがとう。ピカリンさん、誰もありがとう。ロバさん、ハートありがとう。ゴンちゃん、誰もとハートありがとう。ありがとう。みさみさ、そうです。みさみさです。ピンポンピンポン。ソライロさん、コウモリありがとう。ハリコウモリありがとう。結婚したりとしません。ありがとう。そう、これはもらったんです。もらったからやろうって思ってやったんですけど、カツラなんて一人でかぶれないので、家に帰ってきた時にやろうって思ってやりました。でもヤッホー、カジさん、コウモリありがとう。カジくんいいね、ニャンありがとう。ギャル、ギャルです。ユユさん、ゴーストありがとう。リサさん、アニメショップ、シャッティングさん、ありがとう、ありがとう。ね、30分ぐらいこれでやるかな。持ってんのと思って、持ってない、持ってません。わけない失礼しません。うん、全然。あ、でももうコスプレ受け入れしないかもしんない、もしかしたら。なんかこれ一回通しちゃうと、なんかもうなんか何でも OK になってくれると思うから、コスプレもらうのやめようかなとは思ってる。なんか絶対やんなきゃいけないみたいになるから、もう気入りはしないかもしれないけど。アイシャさん、ハートシューティングさん、アニメちゃんとありがとう、ありがとう。どう、金髪ギャルイちょっと。デスノートのめさめさだよ。そうだよ。ハッピーハロウィーン。ちゃんと長いよ、ロングなんです。ギャル、ちょっとギャルいけど。ノート書かない、ノートないのよ。どこの誰、山本ルナです。
ングさんピアノやりがとうピアノありがとう。ゲッティが不良不良とか言うな。そうなんですって。クリンクありがとうありがとう。なんですよ、受け取ることが決めれば、まあ受け取ってもまあ着ない可能性もあるだろうけど。ビビったキラヤホー道端に立ち止まってしまった。嘘でしょ、みんなビビってる。いけない傘であれしてれば、事後報告すれば来るか分かるし、着るか分かるし、着るか着ないかなだけでしょ。事前報告、ピンリーさんこんばんは。そんなに素敵でした、よかった、ありがとう。デスノートのミサミサです。好きで、あ、そういうことね。撮れてんのかな。すごいすごいすごい、フレーム出てきた。これ何？タワー。フレームだよねこれ。サクさんこんばんは、こんばんは。デスノートのミサミサです。あ、でも金髪似合わないんだよねあんまり。なら受け取ることない、自分の判断でできる。リンゴさんコメントありがとうございます、ありがとう。ハリーなんかフレームだよねこれ。フレーム？ありがとう。タワー、ダブルタワーですね。ありがとうございます。ありがとう。撮れたのかな？そう、戸田恵子さんのやつ。そう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 。で、あのね、ちょっとしたら黒髪に戻ります。頭痛いです、これ。黒髪になる。でも多分ボッサボサだからちょっと時間かかるからラジオにする。ちょい引き。先生の仮装買ってきたけど仮装っていうのか怪しい。嘘。ありがとうサックさん。なつぼしさんこんばんは。こんながっつりコスプレしたのちょっと久々すぎて。見た？見てない。何の DM？ 今？今は見てないよ。超こんばんはこんばんは。かねこさんこんばんはこんばんは。あ、名前書かれる。どういうこと？今送ってない。昨日のやつ。え、見たと思うけどな。なんだっけ。ハロウィンのターン、ありがとう。何色がいい？あ、なんかシルバーみたいなやつ、シルバーみたいなやつ。なんかすごいね。ベージュ？なんかベージュかな、白っぽいやつ。退学した生徒みたい。なんで？ちょっと。ありがとう。
キツネママさん、こんばんは、こんばんは。あの、頭痛い頭痛い。これしか見えてない、これも見えてない。うん。すげえよ。おいしい。すぐブレーキで色抜く。あ、ね。ケイさん、こんばんは。ルーム間違えたもんだ。これさ、前に出せないの、ボサボサになっちゃうの、これ。これうまく出せないんだよね、前に。多分あの髪の毛がそんな機能しない、ちゃんと。うん、やばい。眉毛がうるさいなうるさいな。ケイさん、アニメーションパニアとありがとう。黒猫さん、コマでやってたよ、ありがとう。ちょっとハリーのお礼は黒髪になってからになっちゃうから、ごめん。なんかすごいみんな言ってくるじゃん。何カラコンするの。カラコンしてない。森さん、こんばんは、こんばんは。違和感がいるよ。いいの、コスプレってそういうもん。嫌なら見るな。切れた。このね、眉毛しっかりしてんの。どういうこと？眉毛は私ありますよ、割と。チーム募集さん4人でいくのか。ん？ 4 人ですよ。ルルね。でもルナは髪の毛ブリーチとかしたことないから、まあもうこんな姿見せることはないと思うんですけど、まあ、レアですよね、割と。なんか見た目ショートだし。エロアカですねなんだこれや。どうした、やっほー。でも見てねえかな。え、絶対見ないでほしい、本当にやめてほしいマジでやめてほしい金髪はやったことないかも、まだまだ。カツラはでもこういうの初めて。そちらそれでお願いします。無理です、式系はテーマが決まってるからね。どういうのやそういう見方をするからだよ、クラゲクラゲがそういう見方をするからだろ。ソライラさん、コウモリありがとうございます、ありがとう。まあこの早めの時間帯に見てくれてる方限定なので、この金髪は。黒髪に戻りよ、もうちょっとでまあ、行くと高いよね、そりゃそう。泣いてきました、えぐ。戻るの、戻る。頭痛いこれ頭痛いんだよ。ラジオ配信になります、しばらく。
ま自撮りしてないな。ないと。もしかしたら肩取れる。え、取れんじゃない？面接30分後内定通知来た。えぐ。みゃみゃみゃさんこんばんは。私は誘ってるんですけど、映像負けるのやつ。何？全然いい。少し痩せたんだよ。少ししたんだけど、なんかあんま納得いってないかなぐらいな感じで。黒髪バージョンはするから撮ろうかな。もうちょっとで11月か来てくる。やば、めっちゃ絶賛されてんじゃん。こういうことですよ、十字架は。それがね、私女装したい。女装したい。タロさん、やっほーん。まさに竹もわかる。そうね、これありがとう。なんかこれ、このこれ多分アニメバージョンなのかな。アニメ多分原作が多分金髪で、実写化の時は多分黒髪なのね。だから黒髪でもおかしくはないので黒髪にします。私はなはず。茶髪とか黒髪の感じ。マギラさんこんばんは。これ何の傘していこうかな。悩むよね、悩んでいっぱい。茶色っぽかった。そうそうそう。じゃあ最後のスクショタイム。はい。あ、別売りで買ったのこれ。やっぱなんかセットっぽくなかった。ありがとうね。よし、ということで今からラジオで切り替えます。ちょっとカツラ外します。ちょっと待ってね、話しながらやる。今日は、デスノートのミサミサです。ボサボサの見せるわけないでしょ。ハニオレさんハートありがとうございます。ありがとう。マリパさん本当にありがとう。たまぎやさんこんばんは。ありがとう。解放された感すごいんだけど。めっちゃ解放された。夢から現実にっていうか、まあ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 、マジで開放感すごいんだけど。でも案外後ついてないから、ルナの準備タイムです。
ちょっとあの簡易的なやつだけど。ウィッグは被んないよ。ウィッグ痛いから取ったのに。この後ウィッグしてたら金髪のままでよかったじゃん、絶対に。まあ、とんでもなく見慣れたルナになるだけですね。早くない？この秒で半発に作った。え、いいんじゃない？結構いいんじゃない？そうそう、状況不明。テスラさんやっほー、こんばんは。アイスこんばんは。スミチさんありがとう。ピカリさんありがとう。さっくになんかお菓子みたいなやつありがとう。あのね、何段かによる。戸田恵梨香さんのバージョンは多分巻いてなくてストレートなんですよ。デスノートのミサミサです。いい感じ。デスノート、そう、10時間金髪やめてよ。シルバさん、ジジありがとうございます。ありがとう。スカイさんこんばんは。こんばんは。寿命が見える。デスノートか。デスノートだからか。うなさん、コウモリありがとうございます。ありがとう。トロロンさん、こんばんは。こんばんは。ちょっと待って。街中歩けないよ。今日はマミーが黒はんぺん焼いてくれた。今日ビールか。
今日何の服かでもみんなの名前は、まあ、仕事の関係上5、6人は書いた。デスノートではないよ。音的音的に 5、6人は書きましたよ。なんか何々をどういう理由で〇〇さんがみたいな、誰をどういう風にみたいな感じで。今は黒はんぺん食べてた。親が買ってくれた。みんなの名前書いたけど、まあ、本名書いてないんだよ。ニックネームなんだよな、書いてんの。かぶってた。誰かしら持ってると思います。スクショ、まあ、ルナも載せそうなのだったら載せるんですけど、あ、いつ死ぬかも確か指定できるはず。トロロンさん、コウモリありがとうございます。ありがとう。冷蔵庫にストックしてるある、黒はんぺん焼いてくる、いいね。だけどみんなの時期にやりなしがびっくりしてた。なんでそうなの。あれ、そう、どっちも作品でしょ。あれ、なんで名前変えてんのかわかんないけど。しんいちさんこんばんは。サラリンカさんこんばんは。頭の開放感えぐい。警察エロいな、エロいとか言うな。女だとしてもやめなさい。全然ライブやってよ。やらんわやらないわ。デスノートね、ちょっと全然見てないや。レム、まちゃやっほやっほー。竹どもさん、だるまありがとうございます。ありがとう。普段使わない、使っても同じ時期ぐらいです。まあそうだよ、ただ週末のレムコスプレない。 Yes! 28、29、31はコスプレです。そうそうそう、リュークリンゴ好きで丸かじりするよね。今日ちなみにラフランス食べた。マジで実家帰ってきてから食欲旺盛すぎてやばい。みーちゃんいないかな。いや、いたら怖いけどね。まあ、嬉しいけどね。ペニア、ありがとうございます。サンキュー、ありがとう。リンゴ持って自撮りお願いしますリンゴ持って自撮りするのやばいやばい。リンゴはない、ラフランスのやん。それか、愛知にコスプレしないのって言われたの思い出して、コスプレしないの。めっちゃ見てたりして。見てないよ見ないです。でもなんかこの前マネージャーさんにルナの配信ちょっとだけ見たことあるって言った。そんな
すぐいなくなってるだろうけどさ、一瞬入ったことあるみたいなこと言われた。めっちゃお腹空いてきた。カジ君ありがとう。ナノさん、初見さんありがとうございます。アニメショップありがとうございます。そしてじゃないか、福岡県出身19歳山本ルナです。よろしくお願いします。本人の顔が入るな。本人じゃないだろ絶対。やめなさい。左側のリケタまで使いました。使ってない、あの家に忘れた家に置いてきちゃった。ごめん普通に家に置いてきた。目先になってる。めっちゃ黒はんぺん食べてた。夕ご飯ラフランス、うん、うん、めっちゃがっつり鍋食べた。ごめん。3月か、基本土日しかライブ行けないかも。平日休止だ。あ、そういうことね。2月にってこと。2月に土日しか行けないってことか。黒はんぺん食べてきちゃった。山ちゃんこんばんは。ガキアさんこんばんは。ガチに捨てたまんないな。ガチ2月しか行けないけどね今日。あ、もちろん鍋だった。鍋食べた。そういうことね。了解したよ。なんか金髪寿司あげてもいいよ。とりあえず夜ならいけると思うぐらい。うん、そういう感じね。昼間、まあそうだよね、普通に働いてたら。逆に私土日出勤なのきつくねきつケンさんありがとう。なんかお腹空いてきたな、食べちゃったから。ぶちゃさんこんばんは。いいね。なんかルナそれこそ、まあ、実家に帰ってきてから食欲が旺盛ですって今。なんか帰ってきてから割とめっちゃご飯食べてて健康な生活を送ってるんですけど、割とね。なんだけどなんかずっとお腹空いてる。なんか2月1日から入社予定になってるけど3月1日まで引き延ばすよって。あ、そうなの。でも多分東京戻ったら全然お腹空かないと思う。なんか寒そう。全然寒くない。暑くて冷房かけてる。いつも冷食。冷食身長伸びるじゃん。で買ったの。とうとうリアチが膨れてるよ。ルネラビって気がする。うん、めちゃ来てるイメージある。全然つもりだ。そういうことね。ゲイさんこんばんは。こんばんは。健康的でいいじゃん。うん、そう、だから今家帰ってきてなんか鍋とか作ってもらって野菜いっぱい食べたりしてたから、そういっぱい食べた。
あとルーネのスケジュールと俺のシフト次第。いや間違いないよ、ほんとそうだと思う。なんかね難しいの、なんかめっちゃむずくて難しい。今日牛すき鍋膳食べたら火がついてなくてほぼ生の野菜食べさせられました。え？え？牛すき鍋好きやん。好きや、行きたい。吉野家だった、ごめん。ごめん、好きやの方ごめんなさい。勝手に好きやつってすいませんでした。やば、生の野菜食べさせられた。やばいね、お疲れ様。キフライとカニフライも美味しそう。でもフライはいっぱい食べてるよね。黒はんぺんのフライとか食べてる。確かに上着とか持ってかなきゃいけない。持ってっとこうかな、そろそろ。あ、グラタンとか食べてるのめっちゃいいじゃん。勝ちでお腹空いてる。今日はなんで変なこと言うとデスノートに書かれそうなのでコメントは控えます。やめてよやめてよ、なんでそんなことなの。知りますか、ルナは朝だったら知りますか。ルナポーズ、またスクショタイム。めっちゃスクショとするじゃん。グツグツしてなくなって気づいた時には半分くらい食い終わってたから言い出せなかった。それは言えないわ、タイミングむず。半分のツイート消されます。まあまあまあ、ピンって。手に限らんのは。あ、ゆうきさんこんばんは、こんばんは。ありがとう。録画ガロクタイムなのでどの他措置も逃さないぜ。ぜおもろい。昨年出た、ありがとう、ありがとう。昨年結婚してありがとう、結婚しません。ミネントパディさんこんばんは。ひろゆきさんゆたけこんばんは。マジであのシオンのコスプレしてもらっていいですか。シオンプリパラ。ひでまるさんこんばんは。口さんの中で寝たんだよ。ルナの気分ごめん。なんか薄いなって思ったの。 TikTok 載せるよ、今日載せないけど。紫のね、点すら分かんないの。なんか画像送ってきてるっけこの前。でもさ、ルナもう一個の端末とかさないわけ今回だから。今日も送ったことない。分かるわけないじゃんそんなの。分かるか、分かるわけない。テスラ分かんないよ。タワー、このタワーむずいな今日。何タワーこれ。ちょっと待った。
髪ない。けけさんこんばんは。ちなみにとかエロくはない、みんな期待するな。ティファもうやんないよしばらく。何回やったのよあれ。ティファしばらくやらないよ。東京にあるよ。寝れすぎ。ティファ何回やったのよ。めっちゃやったやん。ティファ一時期やりすぎたからもう一旦置いとくよ。ティファは。今回はそのいただいたので、これをだからハロウィンだしこの機会にやろうって思ってやったので、その他のコスプレたちもやるので、明日はちょっとワンチャンコスプレできないんですけど、明日コスプレできないかもしれない、ごめん。ライブが夜なんですよね。ティファよりエアリザ。まあ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 、そうですよね。でも好きなキャラ気が向いたら気が向いた、はい了解した。です、ライブです、ライブです。明日夜なんかフォーマン、4グループのやつだっけ、ライブがあるので明日いい、明日遅いんですよね。正直プリパラのコスプレはしたい。正直したい。学校の制服とか着たい、プリパラの。プリパラの学校の制服とか着たい。ミヤノさん帽子ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。なんかでもアニメ系のコスプレはしづらい、正直あのキャラクターはあんまりねむずいところがある、バンされる可能性もあるから。ウマ娘みたいにまたバンされるよ、やだよ。いなりさんこんばんは。なんか厳しそうなのはやめた方がいい、絶対に配信でやるのは。まあ、あとディズニー系はダメでしょ、ディズニー系とかそういう以外だったらまあいけるか。なんか適当にやったにしては久々にうまい気がする。よくやってやるわかんない、まだ引っ張ってプリプラコス、まああるだろうね、まああるよね。てかさっきさカツラかぶってネットしてた人と思えないぐらいにさ何もしてない、なんかさネット外してからさストレートアイロンとかかけてないのにネット外してもめっちゃ綺麗なままって、すごい。うわサンリオやばそう、サンリオのコスプレとかないから、サンリオいけるら多分だけど、確かにコラボしたりしてるからね、確かに。松丸くんコスだ。真っ黒になっちゃうよ。
ゆきさんこんばんは。こんばんは。ハリーがくれたこのタワーは何タワーなんですか。これ何タワーなんだろう。ちょっと青で描かせてもらいます。すいません。ちょっと紫にしようかしら。ハロウィンだから。そんな無理しなくていいよ、コスプレ。これ何のフレームのやつなんだろう。やってほしいから送るんや。そういうことね。まあなんかサンリオの系のやつは確かになんか 寝る時の格好みたいな着ぐるみみたいなのがあるよね。しげちゃんこんばんは。ウソプさんこんばんは。たまちゃんこんばんは。こんばんは。こんばんは。上田さんから一応してます。カラオケイベント一応受けてます。まあ、なんかもともとハロウィンのイベント受けてる予定だったんだけど、ハリーって何のタワー投げてくれたんですか。これなんかフレームなのかな。なんか名前が分からない。お礼が書けない。何のタワーですかこれ。わかる方。食べ物の音歌えないよ。オムライス、オムライスしか言えないよ。知らん。冷た。まあいいか。しかも履歴にない説。そんなことある。なんか履歴ないんだけど。キューツママさん、なんかハロウィンのなんかお菓子ありがとう。ハロウィンタワーでいいや。確認できる端末がないから。なんかすごい得体の知れないやばいものができた。うん、ごめんごめん、許して。ありがとう。ありがとうね。ほこり？嘘。ともちゃんシューティングスありがとう。ありがとう。
さんこんばんは、こんばんは。はい、ハリー、お礼いきますね。いきます。ハリー、ハロウィンのターン、ありがとうございます。ありがとう。うん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 なんか怖くなっちゃったけど、まあ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 許して。ありがとうハリー。まあこういうのもレアだよってことで許して。なんてポケモンポケモン違うわ。違う、なんかこれさ風船ついてんじゃん。なんかかぼちゃっぽいやつとなんかいろいろついてるから風船にしようって思って、風船にしたら怖いかもになっちゃった。え、なんかつなぎ目ここにいるんだけど。よし、黒髪の方がやっぱ見慣れてんのかな、みんな。みんなもどちらかにはな。嘘、本当、まあ、でもなんか首元が開いてるからだと思います。首元が開いてる服の方が基本的に合うので、私首元なんかね、襟系が似合わないんだよね私。ケイさんアニメーションボタンハートありがとうございます。ありがとう。そう、あのなんか普通にバランス的に襟が似合わなくて、そうだからここ首元が開いてる方がなんか似合うものが多いですね。はい、金髪しばらくやらないんじゃないかな。うん、まあまあものによりますね。やっぱコスプレするものによるけど、まあまたやるかもしれないし、その髪色までこだわってやるキャラクターであればやると思うし、でも一人でできないんで、実家帰ってきてからじゃなきゃできないから。競馬ともういいわ、飽きてんじゃん、ひど。いやいや染めないでしょ染めたら怒られるよ絶対。目白が一番良かった。目白は目白で似合ってなかったよあれ紫そんな似合ってるわけではなかった。クロチさんこんばんは、こんばんは。やっぱ黒髪が落ち着くんだなっていうのだけは分かる。紫よ真娘にしてたらね。どうせ捨てた、確か捨てたはず。なんかあれ管理むずいんですよ本当に。管理がむずくて、そう。マサルさんこんばんは、めちゃくちゃありがとう。でも金髪は金髪で、まあ、親にも大丈夫で、一応大丈夫だと思うよって言われてるから、まあ大丈夫なんだろうなとは思ってるけど、まあでもまあそんな多くはやらないよねって感じ。だから今回カツラかぶって似合ったとしても別に染めるかって言ったら染めないし、染めれないし絶対に。グループのコンセプト的にも金髪にしますだって言ったら怒られるし絶対。なんか犬の管理本当に別に今やばいこと言ってる。そうだよね、そうなるよね。やばい、めっちゃお腹空いてんだけど。泣いた。コンセント違う。そうなんだよね。全然違う。ご飯おかわりないよ絶対。よしとさん、初見さんこんばんは、ありがとうございます。静岡県出身19歳山本るのです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、でもなんかさ、
なんか配信の唇の色気に入らなすぎてどうしよう。やった。食べたかった。食べてもお腹いっぱいならないんですよ。逆に金かかってる気がする。あ、そうなの。まあ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 。まあ、そっかそっか。そういうのもあるのか。大変だね。待って、家にカラコンあるんだけど。使ってるやつしか。めっちゃムカつく。今日何、今日は、デスノートのミサミサです。メスをかけた大量のお酒入れたブラックサンダーしかなかった。やばいな、ブラックサンダーいいな。綺麗なレシピでありがとう。でもまあ自分的に納得してないだけだから。もっと濃い方が好きなんですよね、多分物理的にね。現実だとこんぐらいでいいんだけど、配信だとね多分飛ぶから濃い方がいい。もっとイハンブラックサンダー、やばブラックサンダーなの、やば。イヤホンってどこやったんだろう。あった、カトヤに隠れてた。絶対一緒だよね。うん、近いとは思う。でもなんかゴンちゃんもっと濃い気がする。ルナの好みより濃い気がする。まあ、でも絶対イエベの秋なんですよ。メンバーとも話したの、メンバーとも話したんだけど、私でも絶対にねイエベの秋なわけ。もうこんなに秋な人いないってぐらい秋なの私。本当に本当に、なんかメンバーとさイエベとかブルベの話になったの、なったんだけど、マジで究極の秋だと思うの私。ブルベの、ブルベじゃない、イエベの絶対秋なの、マジで。本当に究極、究極だと思う。もうザ、ザ秋ルナ絶対そう。まずブルベの時点で違うわけ。ブルベイエベの時点でも絶対イエベなの私。イエベなわけね。で春か秋ってなると、春はちょっと明るっぽい、明るめの感じ、秋はちょっとダークみたいな、なんかダークって言ったらあれだけど、なんか濃い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 って感じ。皆さんブルベ、え絶対ブルベミーナは絶対ブルベ言い訳なのかね。え、もう分かりすぎる多分ね。あんまり、あんま知らなくてもイエベの秋なのは分かると思うブルベ強いで意味が分からんマジで意味だから。イエベの春は、まあ、なんかピンクっぽめ、割とピンクとかそっち系の色な気がする。どういう感じなんだろう。でもなんかパステル、パステルのなんか明るい雰囲気なの、なんか暖色の、暖色の明るめみたいな感じで、イエベの秋がもう本当になんか秋なんかなんて言うんだろう、深い感じのちょっとなんか大人っぽめの方、大人っぽめの色目、色味をしてる方、なんか深い赤とか。そうで、ブルベは青系なの。ルナベじゃないルナベだといいんだけどね、何でも対応できちゃったりするみたいな。でももうブルベとイエベはもう全然使うメイク用品とかも全然変わってくるから、絶対すげえ夢明けで心がけてありがとうございます。え、マジでさ、だからコスメとかじゃもしもらうってなるじゃん、なった時にマジで
ブルベ夏とかもらうと のコスメとかもらうとマジで使えないの絶対に。嬉しいの、気持ち嬉しいのに絶対使えないから。そう、だからあれな、深い赤目とかの方が絶対いい。ついでに骨格、私ストレートです、多分ね。骨格に関しては分かんない、でもウェーブではない、ウェーブではない、ストレートだと思います。はるちゃんさん、こんばんは、こんばんは。反対からマジでやめてほしい、もう絶対無理だから。でブルベの時点でさ青系なわけ、もう絶対無理、やめて。春ならわっちゃう、無理無理無理、本当に春に合わん。イエベの春も本当にイエベの秋しかドストレートなのがないの、私パステル似合わないでしょ、だから絶対秋なの、絶対秋なんですよ。聞いても何が何だか分かんないですけどね、何なんだよ何なんだよまあまあまあそうだよね、気にしないよね。でもなんか、まあ、ウェーブではないことだけは分かるでもまあなんか分かんなきゃいけないわけではないからあれですね。紫、あーまあでもあんまそういう系に走らないからあんまりあれだけど、イメージしか分からん、説明 しろって言われても無理。いやそうなんだよね、説明は無理なんだよね。赤プレイ、えのね、本当に赤ならいいだと違うんですよ、私。違う、赤だったらいいじゃないの。赤だったらいいわけではないの。だから、そう、あの、いいよ、考えなくて、あんまり無理に考えなくていいよ、使えなかったときが困るから。確かに店員さんとかにイエベの秋のに会う人って確か聞けるね。もうね、赤って言っても赤にも種類があるからそうダメなの、ただ明るい赤だけじゃダメなんですということで歌います。赤は500色です、やーばあなたからのアプローチは言葉出たのに、これ以上のことは言えやしないわ、遊んでいる噂ばかり聞かされてたから、怪我をする前に逃げ出して、でも本当はあなたが気になってたのよ、好きなタイプ愛してしまいそう、もしあなたが悪魔ならビールしよう、愛をあげるその代わり記憶全部消して他の人のプロポーズは興味がないし、冷たくあっさり切り捨ててきた、女子たちから嫉妬されてあることないこと駆け口言われて面倒になった、だから
の記憶消せるならいい。キスをしたその瞬間ビールはもう再臨。ママが持ってきてくれた。お腹空いたって言ってたから。これチョメキンさんで違うチョメキンさんかな、ワンちゃん。いつも知ってる人かな。知ってる方のチョメキンさんかな。タケニーこんばんは、こんばんは。ソソリのフルーツ。いや、これじゃやんないでしょ、絶対。タケニーペンライト、ありがとう。あさこさん、アニメーションプ、ありがとう。ミドルトパーティーさん、アニメーションプ、ありがとう。カジ君、ニオン、ありがとう。キュンちゃんママさん、アニメーションプ、ありがとう。アイさん、アニメーションプ、ありがとう。ユキさん、アニメーションプ、ありがとう。こちゃんアニメーションパありがとう。アドンさんパチパチありがとう。スミチさんアニメーションパありがとう。ありがとう。タケニーコウモリありがとう。ありがとう。マサしてなさすぎて体調不良やばち。飛びなもう。家で飛びな。カキ。カキです。うまっ。柿？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 どっち？柿？じゃあ柿だ。こっちの方。うまっ。おやつもらった。やったね。元気になってきた。え？かき、かき。え、下がるのがこのかけだと思ってた。まあ、でもなんか言ってみたらむずい。私はどっちでもいいから、あつよあつよ、そうあなたに、今夜の二人の恋の成り行き。あ、思った。やっぱアップトゥユーだよね、割と。わかる。したいかって聞かれたってさ、答えようがないじゃない。そんな簡単に本音を言っちゃう。
そういうバダンス腰を寄せてビートに乗りましょう。ボウボウボウ、きっとあなたは悪い人、私に決めさせる。誘うのはどっちからか、それって大丈夫。それせんだったらちょっと英語がちょっともう無理だった。ゆきなりさんアニメーションパありがとう。たけにアニメーションパありがとう。すみちさんアニメーションパありがとう。みなとぱてさんアニメーションパありがとう。ぴかりさんアニメーションパありがとう。たけにアニメーションパありがとう。はりアニメーションパありがとう。かじくんアニメーションパありがとう。ありがとう。とうさんこんばんは。こんばんは。アイスも、アニメーションパありがとう。So the earth not shine one。 え？ I want、 want じゃないのこれ。 So the earth not shine one。 部長さん花束ありがとうございます。ありがとう。仮面だ僕は泣いてない。つぶつぶの嵐の夜に
最後の君を覚えていたい。優しさじゃ守れない運命。僕を引き寄せキスをしながら来ないと嘘に震えていた。他の誰かを愛したのなら躊躇する理由なんてない。背中を受ければいい。涙は枯れうんだ。僕は泣いてない。頬濡らす雨の反射だよ。涙は錯覚埋もれてるのか。思い出も記憶違いだ。だから銃歩き出しなよ。僕は空を素顔になる。まさか涙など流さない。地面をはめる冷たい雫。足元にしがみつくみたいに僕の心の闇に埋もれた大切なもの思い出した。もっと本音で抵抗したら稲妻の中でも一度振り向いてくれたのか。孤独は仮面だ。一人きりじゃない。雨風に消えて見えるだけ。孤独はフェイクだ。勘違いするな。後悔も家庭の話。そうさ、君を愛していても、そんな絶対見送るだけ。ごめん、微笑んで終わりたい。涙は仮面だ。僕は言い張るよ。悲しみを認めないだろう。涙は錯覚埋もれてるのか。思い出も記憶違いだ。だから自分歩き出しなよ。僕は空を素顔になる。まさか涙など流さない。ひなひなさん、こんばんは。たけにゃんにメッションパリガト。ゆきなりさんにメッションパリガト。はりやにメッションパリガト。ぴかりさんにメッションパリガト。あいさんにメッションパリガト。ありがとう。かじくんにゃありがとう。ありがとう。いや、これでアゲアゲやばいでしょ。やばいでしょ、これ。どうしようかな。かじくんまでありがとう。よかった。よかった。やだ、やめてくれよ。やめてくれよ。ヨナードとか絶対無理だよ。けど私でも恋愛してるのあなた。いたえるわ。夜中動画ばかり見てる。ただただ恋の歌ばかり。
マジで夜なのとか披露したことないもん今。よかったね、カメラ目線だからちょっとセクシーだった。カメラ目線した。パパタスこんばんは。真夜中の246走る車の窓に嘘つき目と東京が笑う街明かり君の家に行けなくなった理由癒やしない腕の中に抱きしめた恋は厄介なものだぜ愛方より別れ方の方がいつだってそう難しい背中が遠く消えるまで見送るもし愛が誰か傷つけるのならそう思えば自分に向けよう罪の意識と傷つけるのならその罰を受けようよ君のことを絶対にできない最後の選択肢青山の山頂目を曲がり東京タワー逃げるように新宿へ向かう意味もなく残業して遅くなったなんてバレバレだね一度だって逃げた元には戻れない誘うより断るありがとうが驚くくらい美しい君が納得できるまで語ろうもしいつの日にか忘れられるなら傷口をどこかに残そう今の続きを今すぐ見られるようにもしいつの日にか忘れられるなら言い訳はしないよ僕のことをそこだよりも裏で欲しいんだ苦渋の選択肢ありがとうございます。ハニオレさん、ハニオレさん、アニメーションプありがとうございます。タケニアニメーションプありがとう。ハリアニメーションプありがとう。
竹にシューティングスターありがとう。金ちゃんママさんにメンションプありがとう。金ちゃんママさん言ったな。ゆきなりさんにメンションプありがとう。そらいろさんにメンションプありがとう。ゆきさんシューティングスターありがとう。きょうじさんシューティングスターありがとう。竹にもシューティングスターありがとう。ミダイトパーティーさん、ミダボタンありがとうございます。ありがとう。あとでお礼かけます。ありがとう。カジカにメンションプありがとう。かな、そう、読みそびれてたらごめん。ありがとうございます。めちゃくちゃ美人だわ。ありがとうそうなの、タイミング見計らったかのように、そう、ミラーボール測ってるの多分これ。しかし赤く見切るかギャップいいですね。ありがとう、任せて任せて、何を任せてって言ってるのか分かんないけど、任せてやばい、久々すぎて分かんないかも。やばい、すごい忘れてた、ごめん。口笛を吹いてみた夕暮れの歩道を今日も、記憶はいつもうっすら諦め待ちにて、理想現実をいつもピクチャーセーフティー狭間で夢見てたことさえ忘れる前に明日の扉ノックノックノック、つくようなスリル、今僕は生きてる、心からそう言える瞬間を止めて、抜き出しそうなスリル、何度つまずいたってまた歩き出せばいいよ、いつだって未来はこっから始まるんだ。バグだらけの感情を街のノイズに埋もれて、僕はここにいるんだよ、声は届かない、きっと本当は誰もみんなルーザーわからない、憧れた日々さえ色あせる前に明日の扉ノックノック、焼けつくようなスリル、ギリギリすり抜けてたどり着くんだ、虹の向こうまで加速してゆくスリル、したたかなステップで描いてゆこう、そうさ僕らのストーリー、こっから始まるんだ。つくようなスリル、今僕は生きてる、心からそう言える瞬間を止めて、楽しいんじゃ多すぎる、隣に君がいる、それだけできっと大丈夫だから、泣き出しそうなスリル、何度つまずいたってまた歩き出せばいいよ、いつだって未来はこっから始まるんだ。あ、案外いけた。締め付いてるもんだね、あんだけやってると。どうしようかな、何ラストにしよう。時にレインボースター10連でありがとう。アイスアニメーションプありがとう。カジ君ニューありがとう。ハリーアニメーションプありがとう。
ミルトパティさんアニメーションプありがとう。タケニーもアニメーションプありがとう。スライドさんもアニメーションプありがとう。ゴちゃん、赤ペンライトありがとう。ハリアニメーションプありがとう。ありがとう。ウサギはない。ウサギ？ラスト歌手ですね。ラストですね。次。まあ、エビオラだよね。そうなっちゃうよね。エビオラにしよっか。雰囲気的にはエビオラだね。曇り空が僕は嫌いじゃないんだ。雨か晴れかどっちに転がるんだろう。僕はそんな強くない、負けず嫌いなだけだよ。ことはことは根性なしさ。コミュニケーションなくない、心開くの苦手さ。でもね、一人じゃ寂しい。 Everything will be alright。 Everything will be alright。 二度と来ない今の時を抱きしめて飛び越えて叫ぶんだ。 Yes。 ちょっと危ない、この音を避けては進めないよ。ロマンティック、ドラマティック感じながら、ちょっと楽しいマイライフ。自信なんてないんだけど、つまずき傷つきタフになれる。選ぶ道はみんな同じじゃないよ。迷うことは全部楽しまなくちゃ。作り笑顔で逃げた日はいつも心寒くなる。だって自分に悔しくて。 Everything will be alright。 Everything will be alright。 二度と来ない今の時を焦らずに僕らしく決めてやる。 Yes。 ちょっと寄り道してみようか。無駄なことを言いもんさ。 Inside Outside 鍛えるんだ。ちょっといい感じ。ドイライフ誰にも邪魔せない。痛みも涙も受け止めるから、自分の伸びしろこんなもんじゃないよ。泣いて晴れた目でも笑ってみせるさ。ちょっと危ない、このオフローを避けては進めないよ。ロマンティックドラマティック感じながら、ちょっと楽しいマイライフ。自信なんてないんだけど、つまずき傷つきタフになれる。曇り空が僕は嫌いじゃないんだ。雨か晴れかどっちに転がるんだろう。うー、何か起きたって。エビシングビオライ。オーライ。歌はしない。お話ししよう。なんかそれっぽい。それっぽい雰囲気の曲はいっぱい歌えたかなと思います。
きなりさん、アニメーションパありがとう。かじかアニメーションパありがとう。はい、アニメーションパありがとう。ピカリさん、アニメーションパありがとう。ムネントパンディさん、アニメーションパありがとう。ゆきさん、アニメーションパありがとう。ナモさんもアニメーションパありがとう。ありがとう。かわいい。うわ、デビエンとか今日めっちゃいけたわ。今日。デビルエンジェン、デビルエンジェン。実家の時、種なしって買った牡蠣。何年もかけて育てたのに、全然種あったの思い出した。ってコメント残した。風呂入ってた。え？お風呂入ってたの？やっほー、帰ってきたってことか。いや、このかけうまい。全然まだ風呂、うん、まだお風呂だった。わかる。お風呂ってスマホ持ち込んじゃうよね。仲間仲間。沼ハムもいいんじゃない。でも沼ハムってまあ制服ってイメージだから割と。